次行っていいですか。はい、次行きましょうか。行きましょう。大津さんが格ゲーマーの写真を本格的に撮ろうと思ったきっかけや動機は何ですか。タップの場所も来たね。これいいじゃないですか。いや、なんか、弟俺デジタルカメラがすごい好きで、あ、そうなんですか。デジタルカメラ、そうだよ。中学校2年の頃、3年かなバーチャイターは結構その、まあ、その社会現象になったタイトルだから、大人もすごいプレイしてて、ゲーマーじゃないね。はいはいはい。で、当時やっぱそのゲームやるだけでお金がもらえたんだ。パトロンがいたから。あ、へー、すごい。当時バーチャー結構あったんだけど、はいはいはい。だからお金に余裕があって、その年としても、デジタル、コンパクトデジタルカメラみたいなやつ出たばっかりのやつ変えたのね。夢の生活だなぁ。そう。で、俺ガジェット好きだったから、それを買って、太鼓部屋のメンバーとかパチャパチャ、スナップショット撮るの好きだったんだ、俺好き。はいはいはい。あ、当時がやってたんですね。当時は35万画素で、35万画素のデジタルカメラ、ソニーのサイバーショットの初代モデルをすげえ撮ってたんだけど。ちょっとわかんないですけど、まあ当時の最新のやつってことですか。そう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 。はいはいはい。なるほど。6万円ぐらいしたかな。え、いくらですか。6万円ぐらいかな。ああ、まあ結構いい値段ですよね。うん。うんうん。それで、スナップショット撮るの好きで、はい。で、ある日、まあそのゲーム触れなくなって、スト法前後の時とかかな。はい。うん。で、なんか、このコンパクトデジタルカメラはまあずっとスナップショット撮るの好きだったから、はい。ガジェットも好きだし、なんか2機種、3機種ぐらい、壊れたら買って、壊れたら買ってしてたんだけど、はい。で、まあ結構カメラも、その、細かい設定ができるコンパクトデジタルカメラとかも出て、はい。なんか設定とか面白いな、みたいな。うん。露出だったりとかさ、シャッタースピードって。はいはいはい。面白いじゃねえかって。で、当時そんなゲームプレイなかったから、今、うん、まあ、時間も余裕あったし、はい。そんな中で、なんか格ゲーの、その大会とか見てても、やっぱ面白いわけよ。まあそうですね。で、やっぱ、そう、で、トッププレイとかやっぱ、なんか光り輝いてるじゃん、壇上とかでプレイして。はいはい、いいな、かっこいいなと思った時に、ふといろいろ見たら、いろんなメディアあったじゃん。アルカディアとかさ。ああ、ありましたね。だけどなんか、思ったより、選手たちのいいところを取ってねえなと思って。おー、なるほど。本当にただ、イベントの報道の写真の一つで、ただ人が写ってるだけみたいな。まだ風景みたいな感じって思った、ね。ガチガチ風景、ガチ風景。っていうのも当時、今でこそプレイヤー注目してもらえてるけど、当時なんてプレイヤーなんてその、ね、舞台装置の一つだったから。まあ確かに。プレイヤーにそんな注目することもなく。はい。うん、なんだけど、だからもったいねえなと思って、で、なんか一眼レフ買って、ようやく買えるぐらいの価格になったんだ、デジタル一眼レフが。安くなって。はあ、ははあ、それいくらぐらいなんですか。その時でもどうだろう。入門機だったから10万円以下とかで入ったんじゃない。ああ、なるほど。はい。そうで、取り始めて、一眼レフ楽しいな、みたいな。コンパクトデジタルカメラとは次元が違うっつって。そのあたりですよ。で、はい、そうだね、その辺だね。で、その、写真をじゃあ撮ろうって撮り始め、それはなんかそのイベントの運営側に行ったってことなんですか。いや、バーチャでさ、バーチャってそのベイリアカップっていう毎月1回やってる大会しかり、はい、学習でやってる大会とかいろいろあったのよ。はいはい。で、そこ行った時に、その、まあ、大体店員だ、山岸さんだから、はい、ちょっと写真撮らせてよ、つって。おー、なるほど。そこで下積みというか。はい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 。へぇー。面白いなつって。あ、もうそこでじゃあ、ハマったんですか、それにやっぱ。あ、また面白いな。で、その写真って、その時はまだ世に出すわけじゃなくて、自分でその、楽しんでたんですか。いや、でもなんか、うん、当時のブログとかに載せてたよ。ああ、ブログやってて、それ載せてたんですね。うん。ああ。うん、で、はい、当時そういうなんか、プレイヤー側でさ、はい、そういうなんかでっかい大規模大会じゃなくて、各種の大会とかっていう大会とか取ってる人いないじゃん。まあいないですね。うん、珍しかったし、で、スタッフも要は優勝チームの写真と撮るときとかさ、なんか撮ってくれる人いたら楽じゃん。そうですね、確かに。そうそう。で、バーチャー大会、毎回パンフ出てたから、各種の月1の大会とかね。ああ、すごいね。パンフのレポートとかに写真使えるし。あ、めちゃくちゃいいですね、でもそれ。うん。それで、まあ、バーチャーのコミュニティでいたってのもやっぱちょっと幸いだったよね。写真すぐ使ってもらえるし。ああ、確かに確かに。これがあるじゃん。うん。それがどういうきっかけで仕事になっていくんですか。いや、なんかまずやっぱ、ハメちゃんに誘われてからだね。え、誰ですか？はめこ。ああ、はめこさんか。うん。大ゲーマーでなんかその、なんかカメラマンやらねえっつって。ああ、じゃあはめこさんはそういうおっさんがそういうのやってるの知ってて。そう。で、元のはめちゃんとは友達だったから。ああ、そうなんや。そう。で、当時はめちゃんも4ゲーマーメインで活動してたから、ほぼ。はい。うん、ライターしてたから。はいはい、はい。それで。あ、そんなに4ゲーマーで。そう。e スポー黎明期なんだけど。で、だいたい俺カメラマン、はめちゃんライターでイベントたくさん行って。なるほど。あ、まあそっからじゃあ俺が知ってるもん、大津さんですね。そのスト4のイベント行ったら、大津さんがカメラ撮ってくれてて、それが4ゲーマーの記事になってっていうので、そこから繋がってくるんですね。そう。なるほど。で、ハメちゃんと初めてエボ行った時も2014かな。二人行って。なるほど。いや、これは、いい話聞けましたね。で、今に至るですね。ありがとうございます。